レストアップ ASMR です、今年は陸上のレベルが高いですね。日本の 100m 日本新記録のほか、世界でも 400m ハードルや砲丸投げなど、2、30年破られてなかった世界記録が更新されています。選手たちの努力が素晴らしいのはもちろんですが、コロナ禍でトレーニングが十分にできない時期がいい休養となってプラスに働いた可能性はあると思いますか。だって、どうでしょうね。そんなに関係ないんじゃない。選手は練習してるから、普通にシンプルに練習できてるから。ただ一番考えられるのは試合が少なかったことじゃないかな。やっぱり試合が、陸上選手ってさ、俺陸上部入ってから気づいたんだけど、試合の前調整だって練習下げんだよ。で試合終わったら疲れてるから疲労を抜くって練習下げんだよ。で試合が10試合あったらさ、10試合の前後1週間ぐらいさ練習を落とすんだよな。そしたら70日ぐらい練習落としてんだよ。だから365日あるのにさ、70日ぐらい練習落とすんだよ。で日曜日とかさ、 週1日は休むんだよ。うん、だから48日ぐらい休むわけじゃん。で100何十日休むんだよ。で本当休みすぎなんだよ、練習落としすぎなんだよ。だから練習が、試合がなかったから調整とかはあんましせずにずっと能力磨くことができてたってことだと俺は思いますね。勝ちたかったら登録しとけ。